今日の話はですね、大注目のインソールブランドソールスターの新商品をピックアップしていきたいと思います。ヒルクライム、ロングライドでも楽になるというですね、インソールを入れて少し走るだけでも全然違うパワーが出せると感じるおすすめのインソールとなっております。今回ですね、4つの種類のインソールをご紹介していきますので、乗り方などによってですね、それぞれインソールをチョイスしてみてください。それでは、スタート。はい、どうも、スタッフ健太です。スタッフ健太の自転車塾。今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日の話はですね、大注目のインソールブランド、ソールスターの新商品をピックアップしていきたいと思います。先週末ですね、当店にて開催をさせていただきました、ソールスターのインソールの試着会なんですけど、新潟県内のお客様以外にもですね、県外からご来店をいただきましたお客様も数名いらっしゃいました。遠方よりご来店いただきまして、本当ありがとうございました。世界のですね、これトップ選手から国内のトップ選手、そして、アマチュアレーサーからですね、トライアスリート、ヒルクライマーの方まで、いろんな方がですね、このソールスターのインソールを使っておりますが、どんな選手の方が使っているのかというところでですね、気になる方もいらっしゃるかなと思いますので、少しここにちょっとピックアップしていこうかなと思います。こんな感じになります。一応海外選手から言っていきましょうかね。これ以外にね、挙げた選手多数いるんですけど、ちょっと、顔が出てるところでですね、挙げていきます。トレンティン、ワウト、ベノート、オリバー・ナーセン、ニコ・デンツ、ステファン・キュングとですね、TT から、スプリンターから、オールラウンダーから、いろいろ様々でございます。で、女性選手もトップ選手たち、もう使ってますね。続いて、国内の日本人選手ですね。荒城幸也選手ももちろん使ってるんですけど、荒城選手はですね、これ、国内サポートではなく、インソール、ソールスタードイツなんですけど、ドイツの本国にですね、行って、サポートを受けてるみたいですね。で、それ以外に、松田翔一選手、小田聖選手、などなどですね、多数いらっしゃいます。そして、ヒルクライムの女王、金子博美選手ももちろん使っていますというところでですね、こんな感じでございます。こちらの選手以外にもですね、多くのアマチュアトップレーサーの方がですね、使用しております。はい、でこのですね、ソールスターのインソールなんですけど、実は3つの種類がありまして、それぞれですね、ガチレーサー向けのインソールから、ヒルクライマー、ロングライド向けのインソール、そしてゆっくり乗られているポタサイクリスト向けのインソールとですね、それぞれ分かれております。で、3つ種類あります。ブラック、コントロール、ツアーとですね、名前がついている3つのインソールとなりますが、このインソールのですね、裏側には、このようなですね、カーボンコアがありまして、このね、3つの種類でですね、それぞれソールの硬さが変わってきます。で、一つ一つちょっと説明していきますね。ブラック、これがですね、ガチレーサー、ガチトライアスリート、ガチクライマー向けのですね、インソールとなります。競技志向向けのガチガチなソールということでですね。そして、軽量になってます。かなり軽くなってます。で今回ですね、こちらのモデルがブラック2というですね、これ新設計となっておりまして、新しいインソールとして生まれ変わってきました。で私もですね、5日前から使い始めたんですけど、軽くなっていることと、なんか少しね、ポイントが変化してるなぁと感じました。今までも同じブラックを使ってきたんですけど、ちょっとね、なんか踏み方というか、それがちょっと変化してるかなというような感じはありました。それがですね、良いのかどうか、まだちょっと分かってないところはあるんですけど、足の周りはですね、非常に良くなってる感覚はあります。続いて、コントロールですね。これが一番人気のインソールとなります。ロングライド派の方から、トライアスリートの方、ヒルクライマーの方と、幅広くですね、ご使用いただいているインソールになっています。でロングライドやヒルクライムをですね、少し頑張りたい方へおすすめをさせていただいているインソールなんですけど、こちらのコントロールもですね、これコントロール2というものにモデルチェンジしております。で表面がですね、これ以前のように、かなりこの滑りにくいような感じではなくですね、程よいフィット感になっておりますので、よく問い合わせであったんですけど、滑り止め付きのね、RL ソックスだとか、オンヨネのソックスですね。滑り止め付きのソックスに、合わせてあげることでですね、よりフィット感が向上するのではないかなと思っております。で実際にですね、今回試着会で、ご試着されたお客様がですね、RL ソックスの滑り止め付きの、ソックスを使ってたんですけど、感覚を聞いてみたんですけど、シューズとですね、これ足のフィット感がかなり上がったような気がするということでですね、ご購入をいただきました。で少しね、頑張りたい方、こちらのコントロールをチェックしてみてください。そして、3つ目、ゆるポタの皆様におすすめのインソールツアーになりますね。個人的にですね、ソールスターのインソールって、今ご紹介した2つ、ブラックとコントロールをですね、メインでしか紹介してなかったと思いますが、実はですね、それよりもゆっくりサイクリング向けの方にですね、おすすめのインソールがこのツアーになっております。で形状はですね、これ、上の2つ、ブラックとかコントロールと同じなんで、ソール剛性の違いがあります。ソール剛性がですね、このツアーに関しては非常に柔らかくなっておりますので、このインソールからですね、始めてもらってもよろしいかなと思います。で特にですね、これ、ビンディングシューズを使い始めて1、2年ほどの方、に関しては、ぜひですね、このツアーから始めていただいて、シューズの中のですね、これフィット感を向上させていただきたいなと思います。でより早くですね、よりパワーを出したいというですね、そんな気持ちが出てきましたら、ツアーからどんどん、アップグレードして、ブラックだとかコントロールへ、行ってみてください。そんなですね、3つのインソールのご紹介でございました。形状は全て同じで、ソール剛性の違いで3つの種類が分かれております。少しずつこれ、アップグレードしていくもよし、ぜひ使っていただきたいインソールになりますので、ご注目ください。で、最後ですね、ちょっとね、私、このインソール感動したんですけど、もう一つインソール、ソールスターのインソールでおすすめのモデルがありまして、ランニング用、ハイキング用のインソールになります。ニュートラルハイクというですね、これクッション性の高いインソールでございまして、ウォーキングだとか、ジョギング、ランニング、トレランとですね、これ幅広く使えるインソールとなっているんですけど、普段履いている靴の中にこれ入れることでですね、これ立ち仕事などの疲労軽減を感じることができます。これね、私5日前から使ってるんですけど、足のですね、疲れが全然違うなと感じました。はい。足の疲労がこんなに違うものかというぐらいね、疲労感があんまなくなるんですよね。で、価格もですね、税込み価格5390円と比較的、お買い得な価格設定で、ウォーキングからランニング、仕事用のシューズの中に入れても全然 OK です。で、自転車用のソールスターをですね、これお使いの方はですね、ぜひ普段用のシューズの中にもソールスターでですね、疲労を軽減させてあげてください。で今回ですね、これご紹介をさせていただきましたすべてのインソールは当店のオンラインショップに追加をさせていただきましたが、新しくですね、これモデルチェンジをしてきました。ブラック2とですね、コントロール2に関しては、メーカー在庫がですね、ほぼほぼありません。で、在庫切れをしているものがかなりたくさんありまして、次回入荷時期がですね、だいたい10月の上旬ぐらいを見ているようでございます。で、一応ですね、ご予約の方もメールにて受け付けておりますので、こちらの動画の詳細欄からですね、オンラインショップのリンクだとか、あとメールアドレスをですね、チェックしてみていただいて、予約の方はですね、ちょっとメールをいただきたいなと思います。で、ぜひですね、これ使っていただきたい、ソールスターのインソールとなっておりますので、ご注目ください。よろしくお願いいたします。ではでは、またアップします。